トッパー・ヒードンは、イギリスのロックドラマー。パンクロックバンドザ・クラッシュのメンバーとして知られる。トッパーというあだ名は、ポール・シムノンの命名で、ヒードンに似た漫画のキャラクターに由来する。ヒードンは1970年代後半から1980年代前半に、かけての最高のパンクロックドラマーとされている。評論家、グレッグ・プラトはプロデューサーのサンディ・パールマンは、 ヒードンの正確なタイミングやテクニックから彼を人間ドラムマシーン投票したと書き記している。10代の頃からジャズドラマーとして地元のパブで活動し、後にクラッシュのオーディションを受けた際にも影響を受けたミュージシャンとしてビリー・コブ・ハム、バディ・リッチなどジャズドラマーの名を挙げている。高校卒業後はアルバイトをしながらバンド活動をする生活が数年続いた。 アメリカの R&B グループテンプテーションズの前座を務めたバンドにいたことがあるが、ヒードンはこれをテンプテーションズにいたと偽っていた。ロンドン SS がドラマーを募集していた際に、ミック・ジョーンズと知り合い、これがきっかけで後に、ジョーンズが結成したクラッシュに加入した。ヒードンに出会うまでに、クラッシュはアルバム、白いボードをレコーディング時のドラマー、 テリー・チャイムズ他何人ものドラマーを迎えた。職人肌のドラマーだったヒードンは、評価を得るまでの一時的のつもりで、クラッシュに参加した。しかしヒードンは、クラッシュのポテンシャルを引き出し、当初の計画を放棄した。彼は1978年のアルバム、動乱、1979年の US 版、白い暴動中の数曲、同年の、ロンドンコーリング、 1980年のサンディニスタと1982年のコンバットロックで演奏した。また彼はサンディニスタのイワンが GI 上に会う時とコンバットロックのロックザカスバでリードボーカルを担当している。この両曲でヒードンはほとんどの作曲とドラム、ピアノ、ベースの演奏をこなしている。クラッシュのボーカル。 ジョーストラマーは、ヒードンのドラムは、バンドの生命線だったと語っている。ヒードンは、力強さ、スタミナを兼ね備え、伝統的ロックドラミングに加えファンクやレゲエ、等においても、有無を言わせぬプレイを見せた。ヒードンのヘロイン中毒は、彼とバンドの間の緊張を高めた。1981年末には、ヘロイン所持容疑で逮捕され、東京。 大阪公演を翌月に控えて、バンドのメンバー全員が日本への入国許可を取り消され、そうになる、という事態を招いた。コカインも常用しており、ライブの最中にもステージの照明が落とされた時を、見計らって使用していた。これらは、彼のドラミングに、大きな影響を及ぼし、バンドは彼に、薬をやめるかバンドをやめるかの最後通帳を突きつけた。 ヒードンはドラッグをやめることができず、コンバットロックツアーの始まった1982年5月10日にバンドを去った。バンドはヒードン脱退の本当の理由を隠し、疲労によるものと発表した。ヒードン脱退後、クラッシュはツアーのためオリジナルドラマーのテリー・チャイムズを再び雇った。その後ヒードンはジョーンズのクラッシュ後のバンドビッグオーディオダイナマイトの ドラマーとして考えられたが、ヒードンがまだドラッグをやめていなかったため、実現しなかった。ヒードンは、その後、結果的にはほとんど注目されなかった、ソロアルバム、ウェイキングアップと、ドラミングマン、ズカネロード、自作の、ホープフォアドナにも収録されているを収録した12インチシングルの、レコーディングに集中。このアルバムの後、ヒードンから、 ヘロインの譲渡を受けた男性が中毒死する事件があり、1年3ヶ月の禁固刑に服した。ヒードンは北ロンドンのプライオリーサイキアトリックホスピタルで中毒と向き合いながら時間を過ごした。この病院はドラッグの中毒治療プログラムを持つ組織として世界的に知られる。また、ヘロイン用の注射針から新型肝炎に感染していたが、 治療の結果ウイルスが排除され治癒した。ヒードンは、ロキュメンタリー、ウェストウェイトゥ・ザ・ワールドでインタビューを受けている。この映画で彼は、率直に自身のドラッグ常用については浴び、彼が解雇されていなかったら、バンドは、もっと長く続き、まだ一緒にいられたであろうと推測した。やり直すチャンスがあるなら、でも彼は、後悔なしにまた同じことをやるだろうと語った。 俺はそういう奴だから。クラッシュ解散後、彼の名前を聞くことは経由になった。彼は、ニューヨークのバンド、ブッシュテトラスのプロデュースをしていたのだが、そしてほとんど大衆の目前から去ったがギグは、続けていた。ジョー・ストラマーの死を知ったのは、そんなパブでのワンステージの終了後である。そこで彼はきっぱりと言った。ジョーの死は俺に、クラッシュの偉大さを実感させてくれた。 俺たちは、政治的なバンドで、その詩はジョーが書いたんだ。奴はあんたらがあった中でも本物の男の一人だ。奴が、俺は、お前の味方だよと言うなら、それは100%の意味なんだってことがわかるさ。トッパーヒードン2002ヒードンは、またクラッシュの旧メンバーが、ウェストウェイト・ザ・ワールドでの最終決の後、ストラマーの死後に再結成を計画したことを嘆いた。 ヒードンは、ストラマーの映画ロンドンコーリング、ザ・ライフ・オブ、ジョー・ストラマーについてのインタビューを受け、ヘロイン中毒になった家庭や彼が解雇に至るまで、どんな問題があったかを語った。例えば、ストラマーがヒードンのガールフレンドと寝たことに苦痛を受けたこと、ジョーンズがタイマナシのバスツアーを嫌がったこと。ヒードンは、ロック・ザ・カスバのビデオを見て、誰かが俺の場所で、 俺の曲をやっていると語った。それは彼を深く落ち込ませ、さらにドラッグへ溺れさせた。この彼の中毒が、1年後のジョーンズの解雇、そして1986年のバンド解散の発端であったと言えよう。ドラマーとしては、ヒードンはしばしばシンプルなバスドラムとスネアのアップダウンビートを強調し、クローズハイハットの装飾でアクセントをつけるという。 独特のスタイルを使った。このようなやり方は、クランプダウン、トレイニン,ンベイン、ロスト・イン・ザ・スーパーマーケットで見られる。トレイニン,ンベインでのドラミングは、ロックの中で最も重要で独特なビートとして、特色付けられる。ヒードンは1枚のスタジオアルバムと、1枚の EP、3枚のシングルを、ソロアーティストとして発表。また、今はの清志郎、レザーシャープと、 他のアーティストのアルバムにも参加している。A B C D グレッグプラト、オールミュージック、オールミュージック、2012年7月25日閲覧。A サンデパールマン、W ヘアドンザ、ヒューマンドラムマシン、D ツヒズインペッカブルタイミングスキルズ、B ヘアドングルーアップ、A ソウルジャズファン、ヒーワズワンス、A メンバーオブ、A ローカルグループザットオープン A. Show for the temptations, see haired on, s original plan was 2, stay with the, crash for only, a year, which he figured would give enough time to, get his name known so he could move on to, another more suitable group.But haired on, quickly realized that the group was not just, a one, dimensional punk band, as they branched out and touched upon. A wide variety of styles, all the while never losing sight of their, original punk ideals, D.A. heroin, addiction h a d r o n A wedge between hairdon and the rest of his, bandmates, E after, a planned reunion with, Jones in the group big, audio dynamite failed to work out.Hairdon focused on recording, A solo album, h a t A.B. Mick Jones, Paul Simon, o n トッパーヘアドン、ザエステートオブ、ジョー・ストラマー、ザ・クラッシュ、ロンドン、アトランティック・ブックス、ISBN 978-184354-788、4ABCD ドン・レッツ、リック・エル・グッド、ジョー・ストラマー、ミック・ジョーンズ、ポール・シムノン、トッパー・ヒードン、テリー・チャイムズ、ザ・クラッシュ、ウエスト・ウェイト・ザ・ワールド、ニューヨーク、 ソニーミュージックエンタテインメントドリスモ、アップタウンフィルムズ。ISBN 0738900826、AB サリバイッチ、クリス、リデンプションソング、ザバラード。オブ、ジョーストラマー、ニューヨーク、フェイバーフェイバー、インク、P309、ISBN 9780865479821AB、i p o n Give You、ザクラッシュ。 S, s ドラマートッパーヘアドンメイクスピースウィズザマンフー、サクトヒム、ブランドン・クック、ピート・シェリー、トム・バーレイン、トッパー・ヒードン、ヒップス・ウェイ、キュリオシティ・キルド・ザ・キャット、ウェット・ウェット・ウェット、ラブ・アンド・マネー、スウィング・アウト・シスター、ゼラワン。ビートランズ・ワイルド。ロンドン、マーキュリー。セレブリティ・トリビューツ・ツ・ー、ジョー・ストラマー。s t r u m, m e r n e w s com 2007年12月18日時点のオリジナルより、アーカイブ。2007年12月12日閲覧。It's taken Joe's this to make me realize just, how big the, crash war, we were a political band and, joe was the one float the lyrics, joe was one of the t r u e s t guys you could ever meet if he said I am behind you. 全牛ニューヒーメントイット100%スコット・キーン・モアオールトークノースティックポップマターズ2007年12月12日閲覧 A ロックファンズエブリューアレコグナイズヒーズオープニングビート2 The ミック・ジョーンズ・ソングトレーニング・ベイン A typical example of topper セ excellent work The beat is boss Catchy and deceptively complicated B despite his personal failings.his contribution to the music was tremendous, and his drumming remains an undiscovered treasure.for too many.albums by Topper Hairdon, Rate Your Music.r-a-t-y-o-u-r-m-u-s-y-c.com2007 年12月12日閲覧 .Topper Heedon, I'll Give You Everything.Ingland, Mercury. ありがとうございます。